リュウちゃんに来てもらいました。ノリチューブ初登場。まあ皆さん抑えて。ギャラリーがめちゃめちゃいるんですけど。まあ抑えてます。わかりました。東伏見の写真はわかりましたか。路地で。路地撮らせてもらってまして。初めて来ました、本当に。来たことないです。はい。ここまでは。おお。座ってみて。あ、それでええわ。それでええわ。インスタ。その場所からもう動かんとってん。そういう動きは別に。ジャンボリミッキーしちゃう。改めまして、リュウちゃんに来てもらいました。ありがとうございます。ちょっとだけ。ハロー YouTube。 あ、ごめん、かぶってもらった。かぶってもらった。すまんね。おー、すごい。何もすごない。時間は有限ですから。これあれですか、トレーニング中のインターバルの。あ、そうですね。あ、ちょうど1分半ぐらい。いやいや、これはもうただスポーツ。スポーツ？ストップウォッチ。ストップ。いや、違うんですよ。違うんですか。何が違うんですか。全然、あの、気にせんと、はい、あの、ミスター内容やったらカットできるんで。はいはい、ミスター内容なんてないです。全部。いや、あの、ベリーベリーの皆さんが。お、ベリーベリーの皆さんどうも。リュウちゃんのことすごい気になると。リュウです。はい。で、多分見てくれてるんですよ。この間、イベントね。はいはい、ありがとうございます。こんな人と一緒に。で、すごい気になる。タレント力がとりあえずすごいなっていう。TT ですね。話に。はい、いや、TR やけど。そうですね、うん、タレントになってるしで、ね、そんな話してたら俺そんな、なんか1対1で喋ったことないなと思って。仲良くないですもんね仲良くないことない。あ、ないですよね、そうですよね。だって新入社員で。そうです。初めて入社2016年した時の、まあ責任者やったから、はい、そんなね、密にはちょっと個別では喋ることない。みんなで飲んだりしたけど、ね、仲良くないですもんね。仲良くないことはないけどなんかちょっと気になることを聞きたいなと。お、全然。リュウ、そんなトークチャンネルでございます。リュウトーク。はい、リュウトークで。お気軽に何でも、はい。生まれがどこやったっけ。東京やった。そうです、東京特許。うん。許可局。許可局、うん。はい、許可局。どこなの。あの、町田市。町田市、知ってます、町田市。いや、ちょうど昨日ホテルで出てきた。おお、東横イン。いや、なんかもうカプセルで安い、安い順って言ったら出てきた、はいはい、東京都町田市ですね。うん、高校までずっとそちらに。あ、そう。はい。で、名前の由来なの。あ、龍之介ですか。うん、珍しいよ。なんか母方のお父さん。その年齢って年齢知らんけど。今年でこう見えて31に、うん、31アイスクリーム、美味しい。バスキンロビソン、ちょっとだけないですけど、はい。それこそ誕生日も5月の14日だったんでね。すごいよ。はい、おめでとう。遅くないですか。5月の14日で31になっちゃいましたね。すごいな、いい月やね、このイベント。そうですね、14日誕生日で15日に39度の熱出すっていうね。31歳の、はい、誕生日プレゼントで熱出しましたけど。31、ありがとう。アイスクリームですね、うん、美味しい、はい。で、何でしたっけ、町田市。名前の、あ、うん、名前の由来。名前の由来ですね、母方のお父さんが、はい、新之助、はい、で、なんかこう、それに沿った名前にしたいよねっていうことで、うん、で、母がジャッキー・チェーンが好きなんですよ、ね、うんうん、ジャッキー・チェーンすごい好きで、うん、中国のこう名称で、うん、成功のせいに、私の竜で、青竜っていう活動名があるらしいんですけど、うん、ジャック・チェンって。で、その竜から取って。真面目に言うてる、それボケじゃない。リアルなんです。リアル、ほんまに。あ、そう。お母さんいいね。おもろいっすよね。で、竜之介になっちゃったって感じ、ね。じゃあ今日、竜ちゃんの入場曲、ジャッキー・チェン流します。ちょっと全然私わかんないんですけど、水系です、ね。あ、全然いいです。うん、ちょうど今、DJ 用意してた。あ、いいですね。追加しておきます。ぜひぜひ。どんな言ったことないですけど、どんな幼少期。幼少期、あ、ちっちゃい頃はワンパク。ここしか知らんから。そのまま
細身でしたね、普通にスタイルいい。あ、そう、小学校ぐらいの時。そうですね、中学校まではずっと細身で、幼少期は小学校は空手、サッカーなどなどアクティブにこういろいろやってて、で中学校からバスケを3年間部活動で、うん、球技、球技多かったっすね。でこう、そうですね、小学生はちょっと空手かじってましたけど、で中学校からバスケ3年間で、当時のこう町田市の大会で得点王とかなったりとか、タイトルホルダー、ちょっとよくわかんないですけど、はい、うん、で、まあ、タッパがね180ぐらいなんですけど、うん、まあ、バスケ界でいうとそんなに大きいわけではない、うん、でところでバスケ部の監督に、お前はラグビーやれと、高校から。ああ、そう。でラグビー部がある東京都立をこう探した、うん、で、まあ、あの沿線上でも行きやすかった高校にラグビーをしに行った。あ、もうそれ目当てで。はい。で、こう、大と。そうです、高校大学と。で、ご縁もあって、大学もラグビーにちょっと行かせてもらってっていう感じで。うん、すごい。はい、こう見えてずっと高校大学ではラグビーを、こう見えてやってましたね。いつからこんな、じゃあでかくなったの？ラグビーから。そうですね、高校から。バスケはじゃあ細身やったの？はい。当時めちゃめちゃ細くて。で、ラグビーやるってなってから、まあ、知識もそんなになかったんで、とりあえずこう、簡単なトレーニングと食事でどうにか大きくなればいいんじゃないかってところで、うん、もうひたすら食べて、それが正義だと思ってたんで、うん、で高校入ってちょっと筋力トレーニング、ちゃんとバーベルダンベルとかの使い方も少しずつ慣れていって、トレーニングの方にも意欲的になって興味が湧いてきたっていう背景ですね、うん、ああ、それで今の体のベースが出来上がった。キャラはそのままなの？もうずっと小中高大オンギャーから。オンギャーからそのまま、はい、オンギャーからですね。変わらず、はい、もうオンギャーから、ね、天気みたいなのあったんじゃないの？ない、そのまま。そうっすね、ずっともこんなんでと思いますけどね。あ、そう、はい、ええちゃうよ。なんでちょっとキレ気味の絵意味深の。いやいや、どっかでなんかあってそうなったんかなとか。いや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 、全然ずっともうアホっすね。アホ、アホやな。はい、しかない、うん、取り柄すごい頷く、うん、頷きますね。そらそうや、よし、足ですけど。厳しかった、大学。大学厳しかったっすね、あんま言えないぐらい厳しかったっすね。いや、それ言ってください、ちょっと。大丈夫ですか、言える範囲で言ってください。え、言える範囲ですか？いかついエピソード。P もあります？ P 入ります？いかついエピソード言ってください。え、P 入りますか？入る入る入る。で、ここ口押さえた方がいいですよね。いやいや、別に押さえんね。そんな読み解く人おれへんから。 P 大丈夫ですか？え、ごっつい、これきつかったっていう。あんまりこう、でも大丈夫。教えて教えて、だって一回り以上下の世代やから。まあ、ええやん。大浴場なんですよね、これ大丈夫です、ほんとに。ええやん。ちょっとあんま流さないでほしい。ええやん、ええやん。ピーしてください。ええやん。そうなの。はい。メンタルだけは強いです。うん、そんなの。ああ、それで鍛えられた。相当揉まれてきた。じゃあ悩んでることとか、まあ、どんな時悩む？悩まないっすね。悩まへん。それは嘘になります、ね、嘘ない。なんで嘘つく？嘘つきな、うん、なんで嘘つくって。悩まないこともないですけど、どうなんすかね。悩みますけど、悩んでても、いや、そらそう、はい、行動あるのみというか、うん、じゃあやればいいじゃないかって思うタイプなんで、かっこいい。いやいやいや、それも全てのりさん。ええやん、別に。なんとか、なんとかできるから。そんなアナログでカットせんでもなんとかできるから。別に。これモザイク大丈夫ですか？ハゲたところ。大丈夫。はい、絡みづらいですか？いや、別に絡みづらく。人となり聞きたいだけや。ああ、そんな感じっす。うん、ま。間が大事って言いますか？間のかな。座布団。なんか今までで一番感動したことって何？楽しかったこと。急になんかすごいこと話してますね。感動したことですか？いやいや、31年の
ないっすよ。あ、ないの？感動っすか？あんまそういうのもないんや。いや、都度ありますけど。意外と、ほんなら、たまになんかちょっと、ね、一緒に働いてた時、なんか、チラッと泣いたりしてた。あれ、そんな嘘やったよ。そうですね。ビジネス涙みたいな。そうですね。まあ、こう、大事じゃないですか、そういうの。いや、ビジネス涙、そんな大事かも。まあ、感情的なのかもしれないですね、確かに。うん、別れ。いや、それがあったから、何が、すごい感動したこととか、何があるんかな。ああ、やっぱその都度ありますけど、これがっていうのは難しいですね。やっぱ出会い、別れとかはやっぱりこう。あ、人との。そうですね。大体こう、ね、我々転勤族なんで、うん、所属クラブ変わるごとに、大体、泣き散らかしますね。うん、泣いてるじゃん。まあ、それぐらい全力を尽くしてるんやな。そうっすね、 100% 毎回毎回 120% できてる。まあ、それは私も一緒でしたけどね。はい、うん、のりさん泣きます？あれ、あの時おらんかったっけ？いないっすね。おらんか。はい、ちょっとどのタイミングが、あの時もどの時か知らんけど。はい、あの時あの時ですよね、多分いなかったと思うんですけどね。あの時おらんかった。知らんけど。テニスコート、テニスコート移動します。あの時一度、ほんま、はい、寂しいな。そんなこともあったけどな。ちょっとどんなことか知らんけど、はい、今なんか一番何頑張ってんの？仕事。仕事、はい、まあ言える範囲で。思んないでしょ。え、言える範囲で仕事を。仕事を頑張ってます。どんな仕事かと思ってね。去年喋った時はキャリアアップ目指してっていう話やったけど、別にそれも変わらず、もちろんですね。あと、まあ、あんまりこう景気がいいわけじゃないんで、うん、まあ、まずはより多くのお客様にフィットネスをどうやって届けられるかなって、うん、別にその一緒のスタイルで。俺もやべ、うん、そんな言い方してへんし、こぞ、うん、ってこういう真似されてましたけど。そんな喋り方してへん。俺もやべ。足より命やから。難しいっすね、今の。いや、あれ、おらんかった。どちらです。それおらん。ようやっとったん、翔平が。足より命やから。お、やってましたね、あの避難訓練の時で。翔平が、翔平さんがやってました、ね、俺こんなんしてへんし。セリフは言うた。言ってましたね、懐かしい。セリフは言うたよ、はい、うん、ちょっと覚えたですよ。これはしてへんし。誇張されすぎやね、あれ。ザコシ。あ、この間吉村さんに。おー、東、あー、そうですね、広島、はいはい、変わらず。変わらず。のりさん。変わらず、ね。のりさんと吉村さんはほぼでも同年代ぐらい。同い年。ほぼというか、がっつり同い年。あゆみさんと3人。バリバリパワーやってますもん、吉村さん。バリバリじゃないけど、触り一生懸命。ああ、やられてるんですね。やってるよ、うん。すごいですよね、スイミングながら。え、それめっちゃいいと思う。うん。もうそういう風潮今ないの。ありますよ。もうセクションレスなんで、まあ、スイミングの方がっていうのは難しいですけど、我々フィットネスは基本的にスイミング携わるのが頭になってきますし、私もスタジオよりもジュニアスイミングのニュースの方が多いんで。あ、それ去年も言ってたよ。はい、それも変わらず。変わんないですね、やっぱそういうところに行くことが多いです。まあ、まあできるからってことだよな。週7本8本ジュニアスイミング大変やね、休んだら。休んだら。休む時やったら大変なんちゃう。ああ、私がですか。そんだけ入ってたら。ああ、そうですね。会議とか。ほぼ休まない。まあ、研修。ああ。そうなんですね。この先の活動を考えたら出張とか。ああ、出張か。これ今会社員っていう枠を全然気にせんかったら、うん、なんか個人で何してみたいとかあるの？いやー。でも全然関係なく、そういうルネの会社員でもフィットネスにやっぱ携わってたいかなと思うんで。あ、そう、フィットネスの何、まあ、例えばジム、自分のジムとか。そうですね、うん、レッスンよりパーソナル。あ、スタジオするのは好きですけど。いや、やと思っとったけど。それ今意外やな。いやいや、でもそれを例えばこう生業にするっていうのはちょっとあんまりイメージ湧かないですね、インストラクター業っていうのは。うまっ。パーソナルの方がイメージできるの、ジムを作って。なんかそっちの方が作るの結構好きなんで、
なんかゼロイチトリックみたいなやつ、なんか作り上げるの結構好きなんで、自分でジム作るとかはちょっと面白そうかな。最近やったらマンションの一室とかでみんな、そうですよ、できますもんね、いくらでも固定費、はい、払いたくないから。スタジオ楽しいですけども、ほぼなんか私も遊びみたいなもんですね。仕事にするっていう感じじゃなくて、逆に私も会社員でその単価ないじゃん、フィーないじゃないですか、なんか本当遊び、発散、趣味みたいな感じでインストラクター業レッスンやらせてもらってるんで、なんかそれでなんかこう食べていくっていうイメージあんまりないかもしれないですね。まあ、いやなんかリュウちゃんの時やったらさ、ちょっと自分のスタジオの腕他のジムでも試してみたいわとかめっちゃ思ってたから、正直もうふつふつとしてた時期がある。うん、そんなにうまくないですからね、私そんな。あ、そう。はい。そんなことないよ。そうですよね。うん。どないやねん。どない、うん。いやでも別に自信持ってる。まあね、楽しんでるのがね、お互いのお客様と自分自身も楽しめばいい空間が作れればいいかなっていう感じなんで、毎度。なんかふつふつとって考え。あ、そう。そんな思わんの。別に。自分のお店でできたら、どうっすね、そうっすね、なんかそのイベントとかは、いや別にええねんで携わってきたなと思いますけど、うん、かったっす。まあでも、幸いひばりの、はい、マイクとのイベントではどうやったん？最高っすね、やっぱ圧巻。100名以上のやっぱりイベントとかって相当なかった。ああ、長いこと赤羽とかが長いことね、はい、うん、最後だったかな。あ、マイクはどうやった？マイクかな、それ聞きたいわ。めちゃめちゃなんすかね、まあ、暑いっすね。どうかって言われたらむずいっすけど、音の感じはどう？いや、よ、それ聞きたい。難しいっすね、こう言葉にすると難しい。やっぱこう乗らせ方、まあ、英語でもちろん全部やられてるんですけど、それでもやっぱ伝わる暑さと抑揚と釣られて、我々が多分周りのインストラクターが熱くなってたんで、テンションも上がる。それで多分お客様にもこう伝播してって伝わって、いい雰囲気、盛り上がってた、はい、できたんじゃないかなっていう。ライブのあの大人数でしか味わえない良さはまたあるかなって。まあでも今日もそうですね、ライブ直前に撮ってますから、はい、こんな忙しい時間で急に呼ばれて不服嘘、冗談です。いや、ありがたいですよね。もっとこう、何年上司で。いやいや、恐れ多いですよ。もうでも終わりますから、大丈夫。いや、全然いくらでも。夢は今の。やっぱ、アベンジャーズに選ばれるかなって、いつ。うん。はい。キャプテンジャパンになりたい。うん。たーん、たーん、たたーん、たーん。あそこの並びになりたいですね。うん。うん、でも、結構ガチです。怖っ。なんで怖い？いや、アベンジャーズ選ばれたいんですよ。うん、映画か。キャプテンジャパン。ぜひ選ばれてください。大好きなんですよ、ヒーローものが。アメコミの。幸せに感じる瞬間。急に変わりましたね。いやいや、興味あるから。幸せに感じる、承認とか、自分、やっぱ居心地とかじゃないですか。承認な。居心地承認。去年も居心地って何？それ自分のこう、いや、自分の居場所だなって。そうです、友達、会社の仲間もそうですけど。今、いや、ありますよ。今何点ですか？何点？何点ですか？今。120点。ああ、そんな、作り上げるの早いね。すごいね。まあ、自分の経験で言うたら、1回ぐらい、うわ、ここどうもあかんわってなかった。やりますけど、ね、ある、はい、まあでもさっきの話じゃないですけど、まあ、変えればいい話なんで自分が。いやまあそうやけど、ふってなりますけどね、ギャップが。変えようとしてももう限界があるとこあったで。ここまではないっすね、さすがやな。いや、柔軟な感じがええんやろな、キャラって、うん、あかんはないっすね。あかん、ありましたけどね。まあ、うん、早くルネで偉くなって。そうですね。
ぜひあのフリーランスの皆さんとイベントが、イベントというか、まあ、楽しいことがいっぱい、そうですね、楽しいこといっぱいしたいですね。まあ、でももちろん今も来てもらったんやけど、うん、まあ頻度高くね、ぜひできればいいかなと思いますけど、うん、それはなんかしてほしいな、うん、うん、逆光なんすね、うん、なぁと。アンコールいいっすね。でもそう、その引き出しなかったんでおもろいっすね。引き出しあるんだ今日は。でも微妙ちゃん時間、体感時間8時20分、8時20分のあって、うん、ほんと8時までなんですけど、全然あかんやん。あ、なんですけど、あとでイベント参加した人に限り9時まで引っ張ってるんで、特別対応する。そういう柔軟性しかないんだし、好きやらば行ってみよう。お風呂入りたい方も中にいらっしゃるかなと思って、ちょっとその辺あれですけど、うん、チャレンジやな。え、10来るな福さん。もうじゃあ7から任せます。昨日の感じでいけると思う。ファイトは、はい、はい、あの龍之介さんでした。ありがとうございました。そんな感じ。